皆さんこんにちは。はい、アレクサおはよう。はいはいはい、おはようございます。今日は鰹節の日です。鰹節は世界一硬い食べ物としてギネスブックに登録されているそうです。11月24日をビーフ節と呼んで鰹節の日なんて、なかなか鰹節愛を感じる語呂合わせですよね。鰹節の日なんだって今日は。はい、鰹節好き？いや、やだはい、ということで今回はね、鰹節とは全く関係ないけど、食玩ワンダーライドブック第4弾が発売されたので、こちらのね、一寸節ワンダーライドブックだけ買ってきました。うん、ということで、はるくん、気になる音声聞いてみようか。はい、それはもう古いよはるくん、それが好きなの？ぜひ。はるくん、今一寸節の話してたのに突然返信しないで。はい、給料とりあえずそれ置いて一寸節開けてみよう。あれ、見てた。それ食べたらダメよ今な、もう歯磨きしたからね。箱から出しました。シール3枚とワンダーライドブック本体がね、入ってました。それではね、シールを貼っていきましょう。はるくん貼る？うん、よし、頑張って貼ってね。はい、上手に貼ってよ。貼れましたか？うん、はるくん、シールをきれいに貼ってくれました。表紙ページには一寸節っていうだけあって、手のひらサイズの茶碗の上に節が載ってるね。かっこいいんだかなんだかちょっとわからないけど。それでは食玩版なんでストーリーページはないので、いきなしね、返信ページ見てみましょう。はい、こんな感じの返信ページ現れました。はるくん、シールが綺麗に貼れてない。浮いてるよ、シールが。めっちゃ浮いてるやん、シール。食べれないよ、歯吸ったから食べれないよ。ちょっとね、浮いてたんで貼り直します。はい、完成、やっと完成。はるくん、それではね、火炎拳レッカーを使って仮面ライダーセイバードラゴンイッスンに変身してみたいと思います。ドラゴンイッスンだって、ネーミングセンスあんまりないね、ドラゴンイッスンって。今気づいたんだけど、ラインナップが全6種類もあるんだ。あ、これ持ってるって思ったけど持ってなかったね。今気づいた。売り場にね、響き売られてなかったんで、ないと思ったらあったんだね。初めて知った。ということで、この音劇伝響きも次回ね、音声聞いてみましょう。とりあえずね、今日はね、一寸節音声聞いていきます。セット、シュシュシュ。昔話出た。要するに昔話系は全部一緒の音声しかならないんだね。そうなんだ、知らなかったね、これは。まあ、とりあえず最後まで音声聞いてみようか。次はライダーキック聞いてみましょう。必殺どこか、とある物語必殺撃ファイヤー。
抜刀必殺技。リード必殺技。とある物語。ふむふむ。習得一瞬。最後はパッケージに書かれてる爆走ウサギとカメと月の姫カグヤンワンダーレッドブックを使ってパワーアップしてね、変身してみましょう。それではね、パッケージに書かれてた通りこの3冊を使って変身してみます。それじゃあまず最初は一寸武士、次が月の姫かぐやん、そして爆走うさぎとカメ、いくよ。次誰か発動、いにしえの教えがここに揃う。みんな学ぶのじゃけ、僕のソリライダー。昔三冊、昔話の教訓であふれる学びの剣が今ここに。おお、これはこれで面白いね。ただあんまり強そうではない終了、ね、じゃあ次はライダーキック必殺技。とある物語、とある物語って連続したね。じゃあ抜刀必殺技。抜刀。とある物語、とある物語、とある物語。三冊切り。ファイヤー。それではね、最後3冊リードしてみましょう。ふむふむ、そんな感じか。といった感じで今回は食玩コレクタブルワンダーライドブック第4弾の一寸武士ワンダーライドブックを使って音声聞いていきました。正直ね、とある昔の物語のね音声は少し聞き飽きたかな。できればね違う音声にしてほしいね。ほんと皆さんもね、食玩ワンダーライドブックラインナップがね6種類もあるんで、ぜひね気になった人はチェックしてみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。